今ライチョウオスがですね飛んでました。映像に映ってるか後で確認しますが、やはりですねガスが出てくると視界が悪くなるとですねライチョウは出てきますね。はい、ライチョウです。はい、はい、ライチョウです。はい、皆さんライチョウですよ。貴重です。今ライチョウが飛んできました。メスですね。わかりますか。オスです。こちらオスですね。ライチョウが映っております。オスです。わかりますかね、オスですよ。この映像は非常に貴重です。非常に貴重ですよ。オスです。はい、オスですね。あ、二ついるじゃん。うん、そうなんですよ。つがいなんですよ、多分。はい、これライチョウのオスです。はい、こちらにですね、メスも近くにいます。わかりますか？動いてますね。つがいです。今日は本当にね、ラッキーですよ、皆さん。左側がですね、オスです。左奥。動いてますからわかると思うんですけれど。で、手前がですね、メスです。今お尻を向けてますね。いやー、まさかですね、こんな早くですね、皆さんにライチョウが動画配信できるとは思っていませんでした。缶つけてないね。あ、缶つけてませんか。メスがですねちょっと太くなってるんで、卵をこれから私は産むんではないかなと思いますね。ちょっとお腹は膨れてますね。これから産卵するんではないかなと私は思います。つがいです。本当に皆さんにこういうですね、貴重な天然記念物ですから、ライチョウをですね、動画に収めることができてよかったかなと思います。一部ですね、多分、オスが飛んでるところも見えた、オスか、あれメスだったかな、飛んでるところも見られたと思うんですけども、そちらもですね動画配信できたらいいかなと思います。全体的にですねガスがかかってまして見づらいんですが、貴重な映像です。本当にライチョウがですねこのように見られて私も、感謝感激でございます。メスのが逃げないですね。オスは警戒してなんか奥の方に行ってますけど、オスはもう隠れてしまいましたね。あ、まだいる。いや、ただね、逃げちゃうんですよ、あんまり近いとね。いいです、いいです、これで取れてます。はい、メスです。今、高山植物をですね、食してます。食事の時間です。ごめんね、食事中にね。オスはですね、こちら奥でちょっと、わかるかな、遠くなっちゃったな。ちょっとメスが動きました。まあ、相変わらずメスはお尻ばっか向けてますけどね。ちょっと
スを取りますか。オスはこちらですね。わかるかな。メスはご覧のようにですね、まだ餌を食べております。かわいいですね。いや、本当にラッキーです、今日は。足輪が見えますかね。こっちついてるのかな。ちょっと後で映像で確認しないとわかんないんですけども、今見てるこちらはですね、メスです。動いているからわかると思うんですけれども、メスですね。今日のライチョウは本当に逃げないですね。全く逃げません。私もちょっと電池がですね、なくなってきたので、動画の電池がなくなってきたので申し訳ございませんが、これで終了します。